ミック・フリートウッドは、イギリス、コーンウォール、レッドルース生まれのミュージシャンである。ブルース、ロックバンドであるフリートウッド・マックのドラマーとして、広く知られている。彼の名は、ジョン・マクビーの名とともに、最初、ピーター・グリーンが率いたフリートウッド・マックの名前のインスピレーションとなった。ドラマーとしての働きとは別に、彼は、自身のバンド。 フリートウッドマックを違う形に作り変えることを手助けした。そして彼は唯一この目まぐるしく変わるラインナップの中、結成当時から変わらずに在籍するメンバーである。1974年、彼はリンジーバ・バッキンガムとスティービー・ニックスと会い、フリートウッドマックに招き入れた。 バッキンガムとニックスによる後のフリートウッドマックの商業的な成功が称賛されがちだが、フリートウッドのバンドと一緒にやっていくという決意が、フリートウッドマックのバンドとしての息の長さ、長く続く世界的な成功に不可欠だった。彼は特有の高い身長であることで有名である。ミック・フリートウッドは、マイケルとブリジット・モーリーンのフリートウッド夫妻の、 間に1947年に生まれた。彼の姉、スーザン・フリードウッドは女優である。子供の頃、彼と家族はイギリス空軍の父に付き添ってエジプトへ行った。6年後、一家は父が配属されたノルウェーへ移動した。彼はそこで学校に通い、流暢なノルウェー語を習得した。彼の伝記によると、フリードウッドは彼が通っていた。 イギリスのボーディングスクールにおいて非常につらい時間を過ごしたという。それはグロスタシャー、シャーボーンパークにあったキングスクールを含む。彼は試験において物事を覚える能力に欠けていたために点数が悪かった。1963年に彼は学校15歳で退学してしまい、ロンドンに移動してドラマーとしてのキャリアへと進もうとした。 キーボード奏者のピーター・バーデンスは、自身のバンド、ザ・シャインズでフリートウッドに、最初のギグの機会を与えた。こうして若いドラマーの音楽キャリアに手が巻かれた。ザ・シャインズからボストリート・ランナーズ、ピーター・ビーズ、ショットガニ・エクスプレス、ジョン・メイ・ウォールザ・ブルース・ブレイカーズへと彼はバンドを、渡り歩いた。ギグ中に繰り返された、名帝のために、 ブルース・ブレイカーズを追い出されたミック・フリートウッドは、数ヶ月後に、歌手で、ギタリストのピーター・グリーンに、ベーシストのジョン・マクビーと共に、彼の新しいバンド、フリートウッド・マックに参加するように頼まれ加入。なお、ピーター・グリーン在籍時のアルバム、ミスター・ワンダフルのジャケットに映るハンラの男性、イギリスのバラのジャケットに映る女装した男性は、ミックである。その後、 フリートウッドマックは度重なるメンバーチェンジに見舞われるが、ミックは残ってバンドを支え続け、1970年代後半に、これまでに数百万枚を超える売り上げを誇る有名なアルバムを生み出すことになった。ファンタスティックマックと噂である。ミックはまたいくつかのサイドプロジェクトを率いていた。1981年のザ・ビジターでは、 ピーター・グリーンといったガラガラヘビの再録音を収録している。1983年に彼はミック・フリートウッド・ s ス・ズを結成し、I am not me を録音した。アルバムはマイナーヒットとなった I want you back と、ザ・ The Beach Boys のカバーエンジェル・カム・ホームを収録している。グループは後にベッカ・ブラムレットをボーカルに据えて1991年に Shaking the g を録音している。 フリートウッドの直近のソロワークはサムシングビッグであり2004年に発売した。フリートウッドの副業としてテレビ、映画の俳優がある。基本的には一部のパートで出演する。彼のこの業界での役にはバトルランナーでのレジスタンスのリーダーや新スタートレックのエピソード見せられてでの宇宙人役がある。フリートウッドは1989年の番組。 ブリッドアワードにて司会を共同で行ったのだが、様々な失敗を犯した。この出来事の影響で、ブリッドアワードは2007年までの18年間は、録音放送になった。現在では再び、イギリス国内にライブ中継されている。彼は、フリートウッド、マイライフアドベンチャーズイズフリートウッドマックの作者である。彼自身の人生の回顧録。 特にフリートウッドマックについて書かれたものであり、1991年に発行した。本の中には他のミュージシャンとの経験についてが書かれている。エリック・クラプトン、ローリング・ストーンズやレッド・チェッペリンのメンバー、そしてフリートウッドマックのメンバー、スティービー・ニックスとのロマンスが含まれている。フリートウッドは自身のコカイン依存症やドラマーとして、 数百万ドルポンド稼いだ後の自己破産についても述べている。1979年、ミックフリートウッドは糖尿病であると診断された。それは数回のライブ中に繰り返し出た低血糖症の症状に苦しんだ後に発症した。1970年代中盤からアメリカに住み続けて、ミックフリートウッドはアメリカの市民権を2006年11月22日、 カリフォルニア州ロサンゼルスで得たドラムスシンバルありがとうございます。